インフレに支障するっていうヘーゲルのやっぱ言葉じゃなかったか。つまり全知全能であれば朝飛び立つ、まあフクロウが夕方飛び立つっていうと引っ掛けてるんですけど、フクロウはなぜ夕方飛び立つか、勝負が決まったら人間の知恵っていうのは発揮できる。朝が飛び、フクロウが飛び立ったら誰が正しいか分かんないから、誰が成功するか分かんないから黙って帰ってこなきゃいけない。ところが夕方飛び立てばもう夕方には勝負が決まってて、失敗したやつは死んでるし成功してるやつは繁栄してる。結果を解析することはできるけども未来を予測することができないんだっていうのがこの、まあ、あのヘーゲルが言うミネルバの袋は夕暮れに死傷するってやつですけども、これはまあ科学者がすぐ陥りやすい間違いなんですが、その一つだけグラフが書いてありますけども、これはあの1972年に、その一世を風靡した、マサチューセッツ工科大学のメドロスっていうあの教授がですね、成長の限界、人間の成長というのは今華やかだけど1970年やがてあの食料はなくなってくるし、資源もなくなってくるし、汚染はひどくなってきて、もう人間は生きれなくなって、今から2、30年経つと人間は人口を100億をピークにして40億人が脱出すると、これが成長の限界である。つまり人間の成長には限界があるっていうとんでもないことを言ったように、あの NHK は報道しておりました。その頃僕は NHK を信じて、まさか NHK の朝のアナウンサーがあんな可愛い顔して真面目に話して嘘を言うとは思ってなかったんで、そのまま信じて、あの物理を出たもんですから原子力行っちゃったと。で石油がなくなるとこれ大変だと思った。ところが35歳ぐらいになって、それまでは、まあ、僕は理科系のこともあってそんなに英語が達者じゃなくて辞書を見ながら本を読むっていうな感じでしたから、ところがだんだんスラスラ読めるようになって、まあ、その頃現地をずっと当たってる時にメドウスの現地に使ったと。それでメドウスは英語で何書いてあるかと思ったら、このグラフの下にですね、未来は予測できないって書いてあるんです。この図っていうのは、なんで自分がメドウスがなんで計算したかっていうと、まあ、当たり前ですけど、現在の人口なり工業化の程度なり汚染なり食料供給なりその他のそのなんか資源なり何なりかなり全部が現在の状態で変わらない、現在の状態のままであるとした場合は、地球の発展には、地球というかこの人類の発展には限界があるんだというふうに書いてある。なんだこれを、なんで訳してくれなかったんだと。だからメドウスは当然成長の限界なんかないって言ってるわけですね。どうしてかって、まあ、これもっと詳しくこう書いてあるんですけど、要するに自分がもし1968年ぐらいから計算始めて1972年に出版してるんですけど、その1968年の時点において、まあ、IBM のコンピューター、その IBM の360、370っていう当時の最新鋭のコンピューターを使った計算ですけど、その時にこれから10年後には資源が新しく見つかるとか、それからエネルギーは何もいらなくて暖房できるとか、何でも決められるわけですよ、未来だから。でメドウスはこう言ってるわけですよ、自分は何でも決められる、未来予測をするためにこれができるあれができるって決めれば何でも決まる。そうすると全く違う未来が描かれるわけですね。資源がうんと見つかるって言えば見つかるわけです。現実にこれ何が違ってたかったら、あの環境汚染の技術が全然違ってたわけですね。違ってたとかなかったわけですね。つまり脱硝技術、脱硫技術、活性汚泥技術、全部この計算に入ってない。なんで入ってないかというと、計算するときにないから入ってない。それから食料生産もこれから10倍になってるんですけど、食料生産が何倍になるかっていうのを計算に入ってない。当時1968年度の食料生産でやってるんです。しかしメドウスの言うのは当たり前で、私がそれを勝手に決めるんであれば未来予測はどうとでもなる。それはそうですよね。だから未来予測を計算する人は絶対に新しい技術、新しい社会を予想してはいけない。あ、それはそうですね。そうするとこうなるって言われます。だから現在持続性なんてアホなこと言ってる人いるんですけど、でよく学生がですね、そういうの好きで、持続性は先生ないからっていうか、いやいや、あの人類がなぜ持続性があって今まで来たかっていう、なぜ来たのかっていうことをあなたは考えることありますか。でまあ言っても、まあこういう回答ですと難しいんで、
それでも頑張る学生がいますから、そしたら、僕はもしも人類が今度僕の生きてる時に初めて持続性のない社会に入ったんだったら、それを見届けて死にたいですと。そんな貴重な機会ないと思う。今まで何万年も生きてきた人類が誰も見たことのない状態を自分だけが見れるっていうなら、もうその時死んでもいいじゃないかと、まあ、こういうふうに学生には言ったことがあるんですね。だからまあ、ところが今でもまだですね、環境を守るために節約しようとか言ってる人がいるんですよ。いや、環境を守るために節約しようってあれ何を言ってるかって言うんですね、未来が見えるって言うんです。未来が見えるってことは、今後の未来が見えることを前提に節約をしてるわけでしょ。節約をするってことは未来につなぐ、つながるということをなぜ考えるかってことなんです。それは未来が我々が見えるということが確信があるから節約するわけで、節約は逆になる可能性が高いですからね、持続性をなくす場合がありますから。だからもちろんこれだって1972年に成長の限界が本当だと思って、農業生産の改良もやらずに、資源も探さずに、環境技術もやらなかったら、もう今頃ダメになって、今なんで我々はクーラーをつけたりなんかして生活してるかって言ったら、節約しなかったからです。だからその実にその人間の考えって変だなってのはこれがそういうことですね。ちょっと今日は飛び飛びになりますんで、あまり1、2、3ってやっていかないので大変そう恐縮なんですけども、石油はいくらでもあるんですよ。この中で石油がないと思ってる人が多分おられるんです。石油っていうのはね、生物の死骸ですから、まあ、死骸でもプランクトンの死骸なのか何かっていろいろ説もあるんですが、まあ、簡単には死骸なんです。で、石油を使い始めたのは今からたった120年前ですから、要するに自動車を走り出してからですから、石油っていうのはですね、1950年のサウジアラビアっつったらもうラクダが歩いてて油田がないわけですから、そんなね、100年しか使ってない石油が38億年間溜まった生物の死骸でなくならずないじゃないですか。桁が違うから、全然。だから石油なんて全くなくならないわけです。ただ今現在我々が掘っている石油っていうのが地表の石油なんですよ。石油が地表にあるはずなんかないじゃないですか。いや、これ全部理屈ですよ。理屈でその科学者がどういうふうに考えるかってことで聞いていただいたらいいんですが、大体地球というのは 1年に11ミリずつ 土が溜まるわけですから、上からこう降ってきて、そうしないと循環できませんので、これ降ってきて溜まるわけですから、皆さんが小学校の時に学校の先生に連れて行かれて、この地層の下の方に、あそこには 何万年の、これが何万年っていって、こう地層の下の方に古いのがあるっていうのは、それは当たり前ですよね。石油とは大体まあ1億年とか2億年前にできてますから、それが地表になんかあるはずないわけです。で、今は全部地表から掘ってますね。それはどうしてかって言ったら、土の比重が 2.2 で、岩石とか土の比重が 2.2 で、石油は1から 1.2 だから、隙間があったら登ってくるっていうだけですよね。グラグラっと地震が起こったら登ってくる。で、偶然に地下3000メートルぐらいにある石油が偶然に割れ目を追って出てきたものが、たまたま岩盤の下に来たものが石油として今我々は取れてる。だいたい温泉と一緒ですよ。有馬温泉とね、視察温泉があるから温泉は地上にしかないなんてアホなことは誰も考えてない。2000メートルぐらいボーリングしたら、日本は全て温泉ですから、下あったかいから。だからその石油がなくなるのは現状、その人間がパイプさえ突っ込みは出てくるような、石油はあと多分僕の計算では400年ぐらい、僕も名古屋大学の資源の教授だったんですけど、石油の埋蔵量って一応計算させられるんです。地球が生まれてからどういうところで生物が死んで、それが どうして油になったかっていう計算一応できますんでね。で、この日本人だけが知らないんであって、例えば国際資源の国際学会なんか出たら、それはもう当たり前のことだから、あなたは何のこと言ってんのって言われるぐらいですね。大体大学生になります、大学院生になりますと計算させられます。まあ、ドクターコースの学生なんかに石油の寿命を計算しろって言うと大体計算するんですが、推定の石油の寿命っていうのはですね、そういう計算をしますと大体1000万年から2000万年ぐらいの間に入るんですね。
の現在 の, その生物学の知識、地殻の知識を利用して40億年間全部計算しますと、だいたいそのぐらい出てくる。だから僕はまあだいたい学生が書いてくるし、あの資源の寿命、石油の寿命で丸をつけるのはだいたい600万年から2000万年ぐらいまでは丸だなと思って丸にしておりますで、まあ、これはもうすでにもうあの現在の石油じゃないやつで埋蔵されている石油の地図ですね。これなんかももちろん多くなってますが、赤いところはもう確認されていて、いつでも掘ればあると。それから茶色いところはまだ今からなんですが、まあアメリカの中央部とかね、ちょっとそういう探査が難しいところはまだやってませんけども、は全面的にもちろんあるわけで、これから計算しますとだいたい4000年かなっていう感じですね。4000年とは別に僕の意見でも何でもなくて、国際的な資源の学会で一流の学者と議論するとか4000年ぐらいをあのベースにしてないと議論になりませんからね。その説明ができませんから、生物の死に方とか床の床っていうか油になるやり方ね、あの土の中の圧力分布、まあ、そういうやつが全部覆さなきゃいけませんから。ということで石油はなくならないので安心してください。アルゼンチンなんか大体あの世界で今は埋蔵量が第2位と推定されてますが、アルゼンチンって絶対この石油掘れないんですよ、技術がなくて。このね、石油が掘れる国ってのは、まあ、アメリカと日本とドイツしか多分ないと思う、将来と思う。だから日本はものすごく資源国でね、なんか日本に資源がないって言ってるんですけど、これもまた変な話でですね、日本は資源すごくあるんですよ。石灰石、水なんていう資源は、砂利なんていう資源はもう日本は世界一ですよ。ところが資源がないって言ってるのは、単に自動車を走らせるための鉄とか石油が、石炭がないって言ってるだけでね、非常に人間の使う資源としては偏ってるんですよ。それをよく恥ずかしくもなく、資源が、日本は資源がないとか言ってるんだとかね、それからメタンハイドレートが有望なんて全然有望じゃありません。あんなガスなんかね、海底から引き上げられないですよ。そんな引き上げられないもの、いくら言ってもしょうがなくて、あの日本は技術がありますから、今あのオーストラリアの石炭を掘ってるの全部日本ですからね。日本の技術しかオーストラリアの石炭掘れません。だからもうオーストラリアの石炭あるだけで全然十分で、今度はあのアルゼンチンに行ってですね、あの日立とか三菱重工が行ったらですね、すぐ掘れますから、60ドルぐらいになると思いますけどね。まあ、そういうことで、この石油が枯渇するっていうのはもう非あの価格でありますので、ご心配なさらない。それからあの地球温暖化ですね、これね実にね面白い あれなんですよ。地球が温暖化するか寒冷化するかっていうのは分かっておりません。学問的に分かってないことは学者は分かってないというべきであって、もう学者のほとんど分かってないことを分かってるって。で一つはね、あの自分が知識があるということを見せない、見せると。もう一つは金のため。今は温暖化するって言わないと研究しませんからね。だからあの温暖化するって言ってるんですよ。だけど非常に簡単なことですけど、今は皆さんご存知の通り氷河期、第3氷河、まあ、第3つってもいいし第7つってもいいんですけど、どのくらい大昔から1、2って番号つけるかっていうだけなんですが、まあ、多細胞生物ができてからは第3ですけど、第3氷河時代で、もともと南極と北極に氷があるっていうのは地球では異常な状態です。今は地球は異常に寒いんです。異常に寒いっていうのはね、我々が東京に住んで背広なんかこんな夏に来て、それで渋谷みたいなところ全部コンクリートで固めて、そして自動車これだけ走らせてクーラーつけたらそれは暑いですよ自業自得ですよ、ちょっと背広とかところが今ですね、生物はどうしてるかって寒い寒いしてるわけですよ。なんで生物が寒い寒いしてるかって言ったら、植物が繁茂してるところってのはアマゾンですよ。インドネシアとアマゾン、インドネシアのアマゾンになぜ植物が繁茂してるかって言ったら、もちろん寒いからです。あったかかったら温帯にいますよ。それから動物は今ほとんど全てがサバンナとかインドにいる。もう日本ぐらいになると動物、住める動物すごく少ないです。動物で人間みたいに寒いと洋服を着て部屋の中にいて暖房をつけられる動物なんて人間しかいませんから。だから人間は暑い暑いって言ってるだけでいくら温暖化したって、なんか日本になんかね、象が来たとか、それからワニが来たとかっていないじゃないですか。
ワニもゾウも来てないのに日本が暖かいはずがないじゃないですか。生物、僕らは26度でできてるんですね。もともと人間ができた時は26度ですから、我々は26度よりか暑くなると暑いと感じるんです。もちろんこれは動物の種類によって違いますから、その動物が発生した時の地球の気温によります。ですからまあ26度の時はパンツ1枚でちょうどいいっていうのが、それはまあ要するに着物がありませんからね。ですからそういうふうにできてるわけですね。でまあ今はだからすごく寒いんですよ。だいたい3000万年前から6500万年前に新生代っていうのに入ったんですね。隕石が落ちてきて恐竜が絶滅して、それで少し寒い時代に入って、それで哺乳動物になって、今哺乳動物の世界です。6500万年あるんですけど、そのうちの3000万年前から氷河時代ですね。氷河時代っていう言葉は皆さん知ってて、無氷河時代ってあまり聞いたことないです。それどうしてかって言ったら、地球っていうのは太陽との距離で氷河がないのが基本なんです。南極北極に氷がない状態がノーマルです。でこれを無氷河時代って言うんです。だからヒマラヤの山の上にも氷河、氷があっちゃいけないんです。グリーンランドにも氷があっちゃいけないというか、それが標準状態だから、よくグリーンランドの氷が溶けるの大変だって、いやまあ大変だかもしれないです。それは元々の現地球になるだけのことですから。だいたい無氷河時代が4億年ぐらい続くと、氷河時代が1億年ぐらい続く。それは太陽との間の角度なんかによって決まってるんですけども、もう後の使用するとはそんなに全然ないんですね。それでまあそういう超長期的な地球の気温もあるし、3000年間だけ見ますとね、このグラフっていうのはもうね、皆さん全然違うことをNHK これ一回も出したことないです。もう地球の気温ってのはまずこのグラフからスタートしなきゃいけないんですよね。これ大西洋 の気温ですけど、世界的にこれが認められてるんですね。3000年ぐらい前、紀元前1500年って、まあ、これ縄文時代ですからすごく暖かいわけですね。青森にね、遺跡があるぐらいですごく暖かい。それずっと下がりまして、でこの400年ぐらいで一番寒くなりますね。これがローマ帝国の滅亡ですね。北の方のゲルマンがもうドイツあたりに住んでられなくて、どんどん南に移動してくる。ゲルマン民族の大移動があって、でローマ帝国が滅亡する。世界的に全部寒いんですね。それからずっと暖かくなって、中世温暖期ここら辺になりますと、もう歴史時代なので、詳細な気温の測定なんかもあるんです。気温の測定自身はないんですけど、まあ、どういう服を着てたとか、まあ、例えば仮に言えば日本で言えば平安時代ですから、まあ、神殿作りっつって外側に廊下ができたりするんですね。外側に、家の外側に廊下ができるってことは、廊下を作る分だけの面積は節約できるからいいんですけど、その代わり雪が降ると隣の部屋に行けないということで、雪が降らない時期っていうことになるわけですね。まあ、これはまあ中世温暖期、これはまあもっとはっきりこういうの分かるんですね。どうして分かりますかって言いますと、例えばヨーロッパではアルプスを越えるときにですね、越えとかアルプスの山小屋がですね、暖かくなると山小屋の位置が高くなるんです。で寒くなると雪が全部積もりますから、アルプスの一番低いところに山小屋ができますから、こういうのは全部データに基づいて書かれてるわけですね。もちろん南極大陸の氷のボーリングの、酸素18の同定とかそういうのも行われるんですが、まあそういう歴史的なものでもできるんですね。日本ですと尾瀬の植生で大体こう基本的にはできてるんですね。でこの時代というのは、まあ、例えば北海道でも冬に貝塚がずっと続くんですね。もう雪がないものですから、北海道で雪が来ないので、例えば大津海の流氷なんかがないものですから、大津海の沿岸の人たちっていうのは、その冬もずっと貝塚が続くんですよ。これは網走なんか の博物館に行きますとそのまま残ってますんでね、現物が。あ、なるほどと思いますよ。であったかいと、それでこれはもうみんなあったかい。これでまあノルマンが船で漕ぎ出して、だから例えばグリーンランドとかアイスランドとか、それが開発されたのは全部この時期ですね。あったかい、今から1度高いですね。それでずっとまた寒くなって、これはまあもう本当に近世ですから分かってるんですけど、小氷河期、まあ、英語でリトルアイスエイジっていうのは日本語に訳してるんです。まあ、日本人ですとこう天明の大飢饉とかあっても
もう江戸時代の飢饉が打ち続くわけですよ、寒いから。それが終わって温度が今度上がるんですよ。この現在上がってるところのこの3000年間の